レゼンターのキーパーグローブ、ミドルモデル、トップモデルの比較レビュー。おお。ちょっと待って。レビュー終了です。同じ勝ち、同じ勝ち。どう思えです。でかい1個です。エイジェンナイテッド、いい声してんな。ありがとうございます。声の大きさで負けたかもしれないと今で声結構出るよね。アナウンサーだしキーパーですから、なんかちゃんと鼻から出てる感じが。ありがとうございます。俺一番最初1個歌うときにさ、コメダで打ち合わせ、あ、そうですね、俺と大杉と1個でさ、はい、1個声張りすぎてさ、おい大丈夫かみたいな。あー、響きすぎてやかましかったんだ。やかましいとは別だよ。やかましいとは、やかましいとは別だよ。やかましいとは、なんか俺のこと言われてるような感じだけど、気のせい。いや、やかましいとはがさ、俺の方に向いてきてた気がするんだけど。一緒に発声練習します。え、今す今全然違う内容です。大丈夫ですか。全然いいっすよ。はい、お腹から出す練習しましょうか。腹式呼吸、鼻から吸ってお腹膨らめて口で吐いて、この要領であーって出してみましょう。せーの、あー、限界まで、あー。こういう民族見たことあるわ。どうでした。素晴らしいです。超音っていうね、トレーニングです。超音、これででけえ、幅と声でかいと響きが飲まれてた。実況アナウンサーの常にこれやってるから、超やってるから。今日の生放送いきなり、あー、いやー。ということで、はい、プレデターのキーパーグローブ、ミドルモデル、トップモデルの比較レビュー。おー、はい、だってもう見た目のマス違いますよ、見た目違うし、トレーラーも一応あるんですけど、キーパーとか経験がほぼないので。そうだね、違いがまずわからない。キーパーグロー、スパイクも変えた。あ、変えました。もうセットでアディダスにしました。これ前はアディダスだった。前僕プーマでした。で、それがまさにミドルモデルだったんですよ。これなんだけど、これとトップモデルちょっと比較してもらおうかなと。何が違うのかっていうのがわからないので。そうだね。で、俺らこれでめちゃくちゃ満足したんで。いや、それもミドルも十分なす。いや、それもミドルも十分なす。さらにもっとね、トレーニングモデルもあるんで。おい、相手はアナウンサーだぞ。今なんかありました。なんか最後ゴミが出すになってて、そこも今指摘されてた。で、今からちょっと、はい、まあみんなメンバーの方にこうシュートとか打ってもらって比較をしていこうかなと思います。チャレンジスタート。実際まずは形とか、はい、ここから見ていきましょうか。これもまさに1年ぐらい前のやつで、色違いだと思うんだよね。そうですね、金額的には倍ぐらい違うのかな。いや、多分違う。トゲの数がまず全然違うもんね。親指そっち入ってないもん。あ、ほんとだ。確かに。節約じゃないですか。そうですね。あとここのトゲで多分ここの違うんでしょう。まあ、これが一番大きいですよね。これ1年前ぐらいからそうハイカットモデルみたいなのが出て、まあ、フィット感違いますね。ここの、え、これって短いパターンもあるってこと？いや、短いともう全部これですね。あ、もう、でもこういう方が好きなキーパーもいて、だプロだとトップモデルで特注でこういうベルトにしてもらってる人もいます。なんか特徴としてはデーモンスキンって言って、あのスパイクについてるこのトゲなんですけど、これがついてて、俺らはなんかパンチングする時とかに全然痛くないなぐらいな感じ。ああ、そうだね。コントロールなんですかね。さすがに飛距離とかまでは上がらないと思うんですけど。で、こっちはこういう感じですね。まあいいグローブに、まあ、ある形なんですけど、こうやってちゃんと指のラインが入ってるし、入ってるっていうのが曲がりやすいの。そうですね、まあ、フィット感は増しますよね、こっちの方が。じゃあこれこっちからどうなんか使ってもらって、やりますか。使ってる、ね、長さも違うと思うんですけど、これ取りづらいんですよ。こっちからこうやったらあれなの。だけどやっぱグローブって本当にそれぐらいフィットする方がいい。すごい、でも靴下みたい。入り口マジ狭い。うん、まあ入り口狭くないと結局つけた時にブレちゃうんですよ、ね。ああ。でもこれも全然悪いモデルじゃないんですよね。形が、うんうんうん、もっとペラペラのがあるんで。デーモンスキンじゃなくてなんか、ああ、もうあみたいな。ありますね。ちょっとね。え、穴開いてる？だいぶ使い込まれてますね、これ。みんな無理やり入れたからこっから破れるってなかなかないです。え、どう、つけた感じはもうサイズあんまり一緒？サイズは大丈夫です。全然もう同じなんで、フィット感はあります。そうっすね、つけた感じだとやっぱり分厚さがあるのと、あ、分厚いんだ。あとやっぱり指のこう可動域というか、ここに線がある方が僕はうまく、もっと柔軟に稼働するんで好きだなっていうのがありますね。
まあ、この差はあるのかなっていうのは、じゃあこれで実際にどういう影響が出るのか、ね、メンバーに蹴ってもらって違いを、まあ、大きな違いはないかもしれないですけど、皆さんお願いします。いや、そうそうたるメンバーが今回キックに付き合っていただけるとですよ。モトプロだから完全に超強い。今からですね、ちょっと1校の方に企画のレビューを今してもらうんで、はい、あとは皆さん蹴っていただくだけで す、 OK です。お願いします。シュート、どんなシュートでも、わかりました。できればレビューしやすいシュートで、はい、お願いします。レビューしやすい、はい、お願いします。レビューしやすい、なんだ俺がやっぱ映るんですね。で、今回あの新加入選手マッキーさんです。お願いします。お願いします。秋吉のコーチです。おお、やべやべやばい、あ、なんかレビュー終了です。え、やっぱ俺らが出会ったことによってグリップがもの、いや、グリップは確かにないっすもん、これ。なんか一個は前のグローブをミドルモデル使ったらしいんで、一番今合ってるんじゃないかな、やっぱり。あれが多分すごいグリップ力。ちょっと危ない。なんか危ない。なんか安心感ない。おお、大丈夫っていうのは。あと。おお。いや、ナイスキー、いや、ナイスキー。コーンに惑わされてるかもしれない。やっぱ戻る。おお、危ない。いや、ナイスキー。いいとこ打つんだよ。いいとこ打つんだよ。いやー、引き出しちゃった。来た。来たよ。いやこんな打たれ方することないから。止め方が分かんない。そう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 、うまい。これはうまいわ。あー、入った。これはうまいわ。難しい難しい。おい。おー、入った。うわー、ナイス。手先選手どうでした？本当に道具のせいにしたくないんですけど、はいはいはい、一本樹海さんのシュートでミドルって言いたくなるようなシーンがありました。そう、やべ、完全に取られたと思う。いや、もう完全に自分の技術なんですけど、多分これ1年前からで、いや、うん、まあ、カサカサにはなってます。いや、すぎて違いが、おー、すごいすごい
トップモデルのキーパーグローブ装着してもらいましたので、はい、手首違いますね、明らかにやっぱホールド力上がってる感じです。全然違いますね。全然違う。グローブって取った時にそこからズルンって、はいはい、この辺が緩いとヌッってなっちゃうんですよ。これはこれはもうここからフィットしてるんで完全に。これ別にバンドないんだけどブレてないって感じ。逆にブレないかもしれないですね。バンドだとやっぱりここが緩んできちゃうと、うん、結局そこからブレの原因になるんで。親指のところにトゲがあるのは、あ、確かにどう影響してくる。これがどう、ここが一番やっぱ違いました。そこが一番違う。手首の負荷だ。いやでもここでやったらマジで折れるよ。逆だからなこれ。確かに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 。マッキーさん、ゴーフロバも見たいかったな今。おお、またあー T5 で変わるな全然グローブかけなかった。ほら、もう入ってないもん。来るんじゃないこれ提供いやー、ちゃうかった。うわー、ちゃうかった。ミッチャイの抵抗がない、あの交代がない。赤赤、あ、もうやっぱシーグロちゃうもんな。いや、そっちも、そっちも、左です。おい、おい、おい、言いますよねガチガチ。おい、マジでよ、すげえ入る。正面からだったらすごい精度で入れるかもしれない。うわっ、止める方怖いわ。何やばい、両足。おい、お前ナイス。おい、おい、ナイス。全然デビューさせる気ないじゃん続いてるよ。うお、いやー、うお、いやザカンは動いてへんか。ザカンは動いてへんか。絶対ナイスキーなのに言われるやつ。そう、おいおい、惜しい。うわ、おお、おナイスキャッチ、おナイスキャッチいいいいいい、100点。いや、続いてる。やっちゃえ。いや、トップダメっすわ。トップダメ足があっちだもんな。おなじかちぇ、おなじかちぇ、おなじかちぇ、わかします、リアルわかしますやっちぇガッチャンのリリーですね。ラスト1球ずついきましょう。うまい。いやリバウンドいると思って蹴ろう。おお。おお。おお。コーナー、コーナー、左だ。コーナー、コーナー。マス、マス、コーナー。いや。アウト。いや。アウト。てか実際森島さんってなんかこうキーパーのこう普通のこう普通にキャッチするやつ。本当は最初のやつ。いや、これほんまたまたまやん。たま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 感覚一回してもらう。この疲れ切った後に最後にこれやるもう記録がなかった。なんかでもやりやすそうやね。全然やりやすい。やっぱ安定感本能です。たまに試されるんですよ。本能ですよ。そうストライカーの心出てます。出てる。なんかやっぱ安心して見れるな。
やっぱあの青の方だとちょっとダンブルするんじゃないかみたいな。指先で止めやすい。止めやすいですね。指先でやっぱ稼働するからって。指でまあ行っちゃダメだけど、でも最悪ここで止まるって感じはします。ああ。これ大丈夫。やま、外したらバモするわ。PK でトリックプレイやる人いないから反則よ。手入れなんか入ってたところだけど。ここでトップレベルの価値示しますね。ここでトップレベルの価値示しますね。トップレベルの価値示しますよって言った瞬間に決められた。言葉になってないアナウンサー。意外に天敵樹海ちゃうから。悔しい。早いのが来ると思っての。本物のトッププロ相手にはどんなトップモデルでもかなわない。でも実際どうだったの？いやもう全然いいっすよ。もうやっぱハマり方が違うし、ブレないっていうのはトッププロの良さじゃないですかね。あのミドルモデルも形としてはめちゃくちゃ僕好きなんですけど、ちょっとずれてきちゃうかなって。ミドルモデルの1球目とかすごいなんか見てて、なんか楽しかったっす。やべ。でもあれやっぱ滑るから、うん、滑りますね。もうだってちょっと近いよね。でもあ滑ってるっていうの分かったもんね。滑ります滑ります。これぐらいのいい形だと勝手にはまってきてくれるっていうか、こう止めた後に指でこう包む感じ。その包む時にやっぱ滑っちゃうと、あこういう。なるほどなるほどなるほど。ってなってまあポンって取れちゃう。こんなになったりとか。これってやっぱ片手で。ちょっと汗かいちゃったからな。ちょっと汗かいちゃった。乾いてるボールだった。もう1号下げたらジュニアサイズになるぐらいでちっちゃいです。そうだね。ということでこちらのお値段の方は1万ちょっとぐらいでしたもんね。おお。さっきの青いやつの倍ぐらい。そうですね、ちょうど2倍だったね。ですね。あれ確か損害だったような。確か6000円ぐらいだと。ということで、はい、正ゴールキーパーの1個にね、ゴールキーパーグローブちょっとレビューしていただきました。ということでこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。どうぞ。僕の存在が君に。言葉